外国人差別とも取れる発言でプロデューサーが解任され開催の可否が検討されていた大道芸ワールドカップについて大会実行委員会が開催する方針を固めたことが分かりました来月開催予定の大道芸ワールドカップをめぐってはプロデューサーが外国人差別とも取れる問題発言で解任となり実行委員会が 大会を開催するかどうか検討していました関係者によりますと実行委員会がスポンサーなどに移行を確認したところ継続する意思を示したことなどから開催する方針を固めたということですただ一部のアーティストや委員からは説明を求める声なども上がっています